バラゲーは、スペイン・カタルーニャ州、リエイガ県のムニシピ、セグラ・カワタニに位置する。16世紀ゴシック様式のサンタマリアでバラゲー。教会バラゲーには、イベリア人か、ローマ人の定住地があった可能性が高い。ローマ遺跡は、4世紀か5世紀のものとされる、要塞跡が一部残っている。しかし初めてバラゲーの存在が知られるのは9世紀である。 864年の文書においてある修道士が、サラゴサフランス館をいく数名のアルビの修道士たちが、ベルガへ向かう途上、ベラギウムにて宿を取ったと記した。バラゲーは、セグラ川に架かる橋を守る、防衛の箇所であり、駐屯地へ物品を供給するための定住地が、周辺で成長していったとされる。アフマドイブンアブーによれば、バラゲーは、バヌカシー家の領主時代の862年に、 須田地区が築かれ、877年には、要塞が築かれたとする。チュニジアのモスクにいたムスリムの別の手紙によれば、バランゲーの名は1003年に起きたアルベサの戦いの間に、ベイラッジと名付けられたとする。都市は、ウルジェーハクのキシアーナルミアデトスとの旅重なる攻撃に抵抗したが、最終的に、ウルジェーハクエルメンゴル5世の命令を受けた。 ゲラウ2世でカブレラによって征服された。1105年にウルジェイ白領に組み込まれた。1111 11年、バラゲーはウルジェイ主教座の領地となった。リエイダーに暮らすムスリムへの攻撃が成功したことで、一帯への再植民が進んだ。1413年、カスペの妥協の結果を不服として、ウルジェイ白が反乱を起こすと、アラゴン王フェルナンドはバラゲーを放仕陥落させ、 横領とした終穫に戦争中の1642年、フランス軍に占領された。2年後、カスティーリャ軍によって解放されたが、後にアラゴンから侵入したフランス軍に幾度か侵略を受けた。スペイン継承戦争ではオーストリア対抗カール側に着いた。セグラ側に面したバラゲは、ナポレオン・ボナパルトの征服戦争、カルリスタ戦争、スペイン内戦においても、 戦場となった。ありがとうございます。